で、こういうふうに名詞を修飾する副詞。少し形を変えて修飾する場合もあります。それが次です。副詞は助詞ののを伴って、名詞を修飾することもあります。どういうことか。この二つの文、見てみてください。まず一つ目。彼はしばらく黙っていた。この文の中の副詞、どれかというと、もう見つけられるかな。 「しばらく」の部分これが副詞にあたるよね自立語で活用しない単語ですでこの「しばらく」っていうのは今回何を修飾しているかっていうと下にある「黙って」っていうこの「黙る」っていう動詞を修飾しているよね正確にはこの「黙っつ」とちっちゃい「つ」までだねこれを修飾していますなので動詞を修飾している副詞 あれ普通に連用修飾後の副詞じゃんって思うかもしれませんそうなんですただもう一つ二つ目を見てください彼はしばらくの間黙っていたこの文の中の副詞っていうのは同じ「しばらく」でね副詞っていうのは活用しないからこれも同じ形ですで今回はこの「しばらく」に「の」が付け加わっていますでこの「しばらくの」ってこの部分全体で後ろにある「 間っていう時間を表す名詞を修飾してるよね。こういう風うに副詞っていうのはさっき見たように単体で名詞を修飾することもあるし、しばらくの間のしばらくのみたいに助詞ののを伴って名詞を修飾することもできるんです。ここまで副詞っていうのは、連用修飾語以外にも副詞を修飾する修飾語になったり、名詞を修飾する修飾語連体修飾語になったりするのを見てきました。で、実はもう1つあります。 副詞っていうのは修飾語以外にもなることができるんです。それが最後、これです。副詞は助動詞のだとかですを伴って述語になることもあります。今までは全部修飾語だったけど述語になることもあるんです。例えばこんな例です。まずは一つ目の文、動きがゆっくりだ。この文の中の副詞はどれかっていうとゆっくりの部分でね。 自立語のうち活用しないものでゆっくり動くみたいに動詞を修飾する用言を修飾することができますなので練用修飾語になれる副詞だよねただし今回この「ゆっくり」っていうのは何かを修飾しているかっていうとそういうわけではありませんじゃあどんな働きをしているかっていうと分節に区切ってみると分かりやすいです動きがゆっくりだ文節に区切ると動きがねゆっくりだって2つの分節に分けられるよね で、このゆっくりだの部分、だまで含めたこの部分って何を表しているかというと何がどんなだのどんなだに当たるよねつまり術語になっていますこういうふうに副詞っていうのはだとかですを伴って術語になることができます2つ目の文でも見てみましょう新機種の発売まであと少しですこの文の中で今回注目したい副詞どれかというとこの少しっていう部分これって 自立語で活用しないそして「少し動く」とか「少しきれい」みたいに動詞や形容詞など用言を修飾することができる連用修飾語になれるので副詞ですただし今回もこれ何かを修飾しているわけではありませんこの文もまた文節に区切ってみると新機種のね発売までねあとね少しですとこういうふうに分けられるよねでこの「少しです」っていう部分これは「 何がどん,なだのどんなだにあたる部分なのでこれもさっきと同じように,述語になっていますこういうふうに副詞っていうのはだとかですを伴って述語になることもあるんですちなみにちょっと余談なんだけどこの「少しです」の上「あと」っていう単語これも実は副詞ですでこの副詞は何かっていうと「少し」に対して「どのぐらい少し」「あと少し」少し」を修飾しているので「す」 この,後というのは詞詞を修飾するまあ今回のこのこういうふうに副詞っていうのは連用修飾後以外にも副詞を修飾したり名詞を修飾したり術後になったりするんです。